どうしたと。マジカルロリポップ最高とか言ってます。マジカルロリポップ最高。レインボーブリッジの前でブリッジ。うわということでですね、2022年マジカルロリポップ大忘年会に向かっております。はい、ライトのおかげでめっちゃいい感じ。間違えられました。はい、まずね、集合時間にもう誰も間に合ってないというね、タクシーにも道を間違えてもらい、すでにもうね、波乱が予想される。はい、楽しい一日にしたいと思います。皆さん行きますよ。はーい、行きますよ。すごい幼稚園みたい。はい、したら今日は勇者系列の忘年会です。イエーイ。みんな楽しみにしてましたか？飽きちゃった。何人ですか？もう50人以上。50人以上。去年より多いですよね。はい、すごい。もうすごい、あの秋葉原の可愛いが全てここに今集結してますよ。引き連れてる私とか。ちょっと目の前にもうちょっと引き連れてる感じ。ライト焚いてね。第2回目ですね、本日は。2回目行えるの嬉しいですね。ちょっと前からね、楽しみにしてますってお給仕中も一生言われてたので、めちゃめちゃに嬉しいです。ハムさんは、ハムさんは、ハムさんはそういえばちょっと私、ハムさんどこにいるんですか？今タクシーで急いで向かって。あ、そうなんですね。本日は浅草の屋形船で忘年会をしていきます。50人も船乗れるんか、沈まないかな。ちなみになんですけれども、なんと参加費無料でございます。イエーイ。そんなことあるみたいな。屋形船に無料で乗れる機会なんてそうそうないので、皆さんぜひ屋形船に乗るために食べてほしいください。はい、ただじゃあちょっとね、後ろの方の子にも話を聞いていきたいと思います。どこ行こうかな。喋れないってちょっと喋れないって捕まえました。喋れないです喋れないですって言ってたので捕まえました。あ、忘年会楽しみにしてました。なんかすごい都会すぎて怖い。都会すぎて怖い。あ、キャバラも意外と都会だと思ったけどな。確かに田舎子なんです。 あれです、あれ、あのあそこに浮かんでるあれに乗るそうですよ。すごい。あれに感動してるの可愛いな。船っす。ここは ロンロンのグループです。キャメロンでした。ごめんなさい、完全に間違えた。キャメロンは、そうごめん、なんかもう東華さんかって思って。いくらさんですね。そうなんですよ。またあの双子の可愛い2人が入ってくれたので、ラビットキャッスルの可愛い子たち。どうですか、屋形船ついにやってきましたけど。楽しみです。屋形船めっちゃ楽しいので、景色めっちゃ綺麗なので、ぜひぜひご飯食べながら景色見てってください。来た。はい、どうしたの？どうしたの？なんか遅れて走ってきたじゃん。あのですね、私たちやっぱ忘年会にはクライナーが必要だと思って、クライナーが重すぎてタクシーで来たんですけど、道が混みすぎてちょっと遅れちゃいました。船出発する前でよかった。いや、それはそう。確かに船出発してたら私たちこれ船見ながら来ました。キャンディーは去年も参加してないもんね。去年参加してないですね。初参加だ。あ、そうです。いや、もうキャンディー頼むよ、今年は。任せてください。やっちゃってくださいよ。やっちゃってくださいよ。皆さんは知らないと思いますけど、キャンディー何度も搬送されてますからね。大阪戻らなかったら、あ、そういうことなんだなって思って。そう、キャンディー明日お給仕だよね。あ、そうです。お、絶対もらってない。お、つけましたよ。すいません。お待たせしました。おー、大変。もう私は回せません。バスで。本当にごめんなさい。
ヤーマイドルができてという感じで、仲間もたくさん増えたのと、まあ、イベントもたくさんあったと思うんですけども、季節のイベントだとか、あとは口コミのおすすめですね。皆さんがおすすめを積極的にしてくださったおかげで、すごい盛り上げることができました。ありがとうございました。来年もみんなで明るく楽しくいいお店を作っていきましょう。それでは乾杯の温度をともさんお願いします。はい、グラスを上げてください。上げよ。ここで、うん、綺麗だねって美さんが、君の笑顔の方が綺麗だよって言って、で、ミルキの顔をこうやって持ってくんです。やだー、ね、ずるい。え、ちょっと見るんだ。はい、じゃあ、テイクワン。ねえ、もうどうするの。綺麗ですね。寒くない？今、ミルキが上だよ。なんで泣くの？なんで泣くの？どういうことなの？ずるい。結婚しましょう。エトさんと結婚しました。ありがとうございます。待って勝手に結婚された。で、そのカリメアもして。かっこいい。何これ、どうしよう、どうすればいいの？では、近く行きます。萌え萌え、キュン。お願いします。1人2分かかります。今、エトさんの撮影会が始まっております。みんながライティング係です。楽しそうです。メンチカのイベントかな。メンチカのイベントですか。接触ありの一方センタロウさん映ってないだろ、どうせ。ここだよ。映ってます。ちょっとみんなの自分自撮り撮りな、通所撮りな。全員と写真撮ってください。ほら、爆漏れのムービー。え、やばいです、それ漏れるでしょ。漏れるけど背景が今人です。それはそう。ちょっとフジテレビバックでいいんじゃない？いい。あ、めっちゃいい。マジでそれいいです。欲しい。これ3000円です。買える。アマゾンです。買えるんだけど欲しい。何、どうしたの？痛い。酔ってない。まだ酔ってないです。まだ酔ってない。これから全然まだまだこれからです。飲みますよ、今日はね。今日いっぱい飲みます。はい、今日ね、クライダー飲み放題っていうのやってますんでね。すごい持ってきたから。見えてました、なんか一回。LINE の座席にクライマーやばいぞ。いきますよ、全然。え、それ俺も撮ってほしい。一緒顔と一緒顔と一緒。俺もいいですか？すいません。普通のカメラで。あ、普通のハムのやつで。いきます。いい写真。めっちゃいい。ありがとうございます。
すごい。どうですか、ハム。いい景色ですね。いや、いいよね、ほんとね。フランさん、一緒に撮りましょう。いいですね、このやっぱみんなで来れるの。うん、楽しい。みんななんかインスタグラマーね、すごい。楽しい。あ、よかった。どうしたどうしたこちらは どんな活動されてる方なんですか、こちら。あ、そういう活動されてる方ね。どういうことかな、これ。はい、バクモレライトです。さあ、バクモレライト来てますよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。動画です。はい、はい、屋形船乗ったことありますか。ないです。お、初めて。どうですか、楽しいですか。綺麗、楽しい。すごい。寒さを忘れます。じゃあ、マジカルロリポップ最高とか言っていきましょう。せーの、マジカルロリポップ最高。なんかやばいよね、この感じで言わすのやばいよね。今左手に見えますのがレインボーブリッジです。ヤッホー、ミルキーです。どうもどうもどうも。夜景見ると興奮してきますね。はい、レインボーブリッジのブリッジする。レインボーブリッジの前でブリッジ。やってみて。やっていいよ。え、ミルキーできるよ。レインボーブリッジの前でブリッジ。あ、すごい。頑張れ。レインボーブリッジの前でブリッジ。イエーイ。やれやれ、ブリッジやれ、ブリッジやれ。クラゲ行け。やっぱりミルキーやな。さすが。レインボーさんのブリッジ。レインボーさんのブリッジ。レインボーブリッジ。レインボーブリッジ。レインボーブリッジでのブリッジ。待って。ドゥンドゥンドゥン。うわあ！すごい！パチ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 。パチパチパチ。はいと。
なみにその始めた時に言えなかったんですけど、前回よりめちゃめちゃ人数が増えてくださってすごい嬉しいですね。みんななんか YouTube を見て楽しそうだから前回行けなかったから今回は絶対行きたいっていう風にそうスケジュール調整とかをしてくれて、こんな多く参加してもらえることができました。めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。こちらの方、こちらに。めっちゃウニの匂いする。ウニの匂い。ブンブンハロー YouTube、 どうも天の川から来たミルキーです。こちらは今日の企画は今日のチャンネル登録と高評価お願いします。え、ダメ、まだ企画始まってない。え、企画、企画ミルキー今日の企画はやりたい。挨拶から。はい、あ、どうもどうも。え、ダメ、こっから入るのかな。めんどくさいな。どうもー、はい、どうも。ダメだよ、次回行きます。はい、次回から次回に行きたいと思います。イエーイ、カラオケだー、カラオケだー。今日はハムさんのコネクトが消えたので、まあ、確かに今週もコネクト歌っちゃったよ。次回、倍ぐらいいますね、前回。ミルキー、これどうすればいいの。倍ぐらい。ヨッパだから狙い出し。そんなね、まだまだです。まだまだですか。まだまだですか。ああ、なんか来た、生ハムさんや。生ハムさんなんか来た。レトちゃん飲んでる。生ハムさんって言われていいんですか。いいですよ。口コミで生ハムさんって書くのはやめてください。言うな。口コミで生ハムさんっていうワードがすごいツボらしくて、ミルキーちゃんがずっと笑ってるんです。生ハムさんと海さん誰ですかね。わかんない、誰だろうね。ちょっと名乗り出てください、生ハムさんって。生ハムさんって。はい、そのカラオケに来たんですけども、さすがにね、カラオケ館さんは当たり入ってるかなと思うんですよね。入ってないかある。やっていきたいと思います。狙いはユニバのチケットを当てていきたいと思います。定価1280円の謎のネックレスが当たりました。これ1280ゴールド取るな。はい、皆さんお揃いですかね。すごいいっぱいですね。ありがとうございます。二次会していただき、じゃあ二次会の乾杯したいと思います。皆さんグラスを手に持ってください。
なんか去年と同じ絵空じゃないこれ。なんか去年より寒い気がする。お疲れ様でした。今年もね、去年に引き続き最後の最後まで楽しい。私聞いてください、私生きてるんですよ。そうです、みんなでも比較的こうね、なんか元気ですね。そうですね、1年経って体力がついたということで、まあ、来年はもっと体力がつくということですね。なので来年も忘年会楽しんでいきたいと思います。はい、この動画がいいと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。これハムって分かってくれてるのかな、みんな。